皆さんこんばんは。さあということで新情報発表ウェブ特番夏目友人帳再開の便り始まりました。わあ、ありがとうございます。さあ本日司会を務めさせていただきますアメリカザリガニ柳原でございます。さあということでございましてね、早速もうねこのお二人なしではこの番組進みませんのでね、登場していただきたいと思います。まずはこの方からです。どうぞ。はい、どうも皆さんこんばんは。夏目友人帳夏目隆の声やらせていただいております、神谷博史です。よろしくお願いします。神さん、さあそしてさらにこの方どうぞ。どうもこんばんは、にゃこ先生とマダラをやらせていただいております井上和彦です。よろしく頼むにゃ。おありがとうございます。いやあ、やっとなんかねいい感じになってまいりましたけれども、いやもうちょっとお久しぶりすぎますね。ちょっとね、そうですね、記憶にね新しいのはこう2年前の映画の時の舞台挨拶が、ああもうあれ以来ですか。それぐらいになるんちゃいます、下手したら。あらあらあら、久しぶりすぎてちょっと何やったらいいか、はい、何喋ったらいいかも全然わかんないですけど大丈夫ですか。いや大丈夫、それはもうあの何とでもなりますから。本当ですか。はい、そうですか、お任せします、ね。はい、何とでもします。さすがスーパー MC。 やめてください。その僕もうハードル上がりすぎてリハの段階から。いやもうハードルくぐるしかなくなってるんで。いや何を言ってるんですか。前にお話した時はねもうちょっと近いところでお話してましたよ ね、 ね、うん、画面的にはでも多分ねギュッとしてるんでしょ。そうです、ね、我々的には距離あるんですけど全然。そうそう、距離ありますから。ほら手が届く。あ、うん、そうそうそう、まあでもね、多分ね、まあ、いいですね。僕らが見てる画面とは多分違うんですよ。いやこのでも夏目友人帳この長い間やってますけど、このウェブ番組みたいなのは初らしいですよ。ラジオはありましたよね。ラジオはありました。そうですね、ラジオありました。でもこうやってウェブでっていうのは、ね、はい、うん、本当はねやっぱりお客さんの前でねわっとこのイベントも、まあ、やりたかったんですけども、まあ、今回はちょっとご時世的にということでございますけれどもね、はい、この自粛期間はどう過ごされてました。お二人は。僕は何してました。ずっと家にいましたよ。僕も家にいた。そうなんか料理をしたりとか。あら、なんかどんどん太っていくんだよ。そうですね、偉いもんでね、やっぱり作っちゃ食べて作っちゃ食べて。普段やっぱり外に出るだけで結構体って動かしてるんですね。そうなんですよね、はい。神さんどうでしたか。なんかね、あの和彦さんと一緒で家にいて、まあ、ずっとこう料理自分で作ったりなんかしてるとだんだん料理凝ってきちゃって、うんうんうん、それが楽しくなって、でもう休むことに慣れてきちゃってるからもはや。そうそう、ね、うん、もう人間って慣れるんですね。最初はなんかもう暇でしょうがねえかなとか、なんか人に会えなくて寂しいなみたいなありましたけど、なんかもうそれも慣れてきちゃって、そうそう、好きな時間に起きて好きな時間に寝るみたいな、本当にダメ人間だ。なんかいくらでも寝られるようになっちゃって、うん、ね、人間やっぱり目的がないとダメだ。どんどんね、にゃんこ先生になってくる感じが。本当に良くないなと思う、ね、だからそうなんですよ、40日ぐらいね仕事ストップしたんですよ。はいはいはい。で行ったらもうなんかもうみんなバラバラに撮るじゃないですか、はいはい、だからそれまではみんな一斉にバーって撮ってたのが、そうです、ね、急にバラバラになったから、はい、寂しくて寂しくて。あ、もうね、はい、まあ、でもねこういう、ご時世でございますけども、はい、今回は皆さんにすごい嬉しいお知らせができるということになっておりますので、はい、はい、今日はよろしく、はい、最後まで皆さんね、楽しんでご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。さあということでございまして、新情報発表というメイントピックスね、それ行く前にですね、はい、ちょっとね久しぶりでございますから肩慣らしコーナーということでございまして、こういうコーナー行きましょう。夏目友人帳お久しぶりトーク。さあということでございまして、まあアニメの最新作のですね劇場版夏目友人帳、うつせみに結ぶが公開されたのが2年前ですね、はい、2018年9月、もう2年経ちましたけども、さらにテレビシリーズが2008年でございますね。放送開始から数えると約12年の月日が流れておりまして、これ新アニメとしてはもう他に類を見ないですね、ロングシリーズとなっておりますけれども、はい、いやお互いにねこう変わられた部分とか変わってない部分とかっていうお話ししたいなと思ったんですけど。12年前と和彦さん何も変わんないですよね。そうね、うん、
そうね、和彦さん変わんないし、ね、でも広志はちょっと優しくなったよ、うん、優しくなりました、また語弊があるでしょ言い方そうですね。それどうなんかねちょっと怖かったんだよ最初。ちょっとピリピリしてた感じが。そうなんかねあ怖いっていう言い方変だよね、うん。なんか仕事に対してストイックだから。なるほど。でずっと一緒にこう仕事をやると僕がすごくいい加減に見えるらしく。僕は僕なりに一生懸命やってるんですよ。なんだけど、うんうんうん、時々うるさい。あの人先輩うるさいベテランですよあの人そうですもう 超ベテランじゃないですか、はい、そうでもそれが僕が快感だったからわざと言われるように騒いだりこうねそう後輩に怒られるってすげえ快感になるそれで面白いななんかだんだんおよしいいぞっていう風になってきたんだけど、はい、最近ねあんまりそれもなくなってきちゃったもう受け入れてくれるのが集まってそうなんですよだからちょっと寂しいくなってきたなっていう、あ面白いなこれそうそうだから、まあ、これ今後ねもうやっていく上ではもう一回あそこのそのなんてうるさいっていうのを言われるように頑張ろうかな、はいはいはい、もう一回ね原点回帰、はい、どうですかそう言われてますけどこれ面白い話だなと思って、はい、やっぱりこうベテランの方って気使うんですよ言うてもね、やっぱりね、うん、で自分が二十歳そこそこだった時に、はい、40歳ぐらいの人たちってすごいベテランに見えたわけですよ、そうですよだから僕が二十歳ぐらいの時に和彦さんの年齢感だとやっぱりそれぐらいだったわけですよね、うん、だから今二十歳ぐらいの人が僕を見た時にそういう目で見てるわけですよ、はあ、本来だったらなるほどでも自分がある程度年齢を重ねてきてあれ俺そんなちゃんとした先輩じゃないなって気づいちゃったんですよだから多分和彦さんもすごい先輩だなというふうに思って見てたけれど、うん、その時はその時で多分いろいろ悩んでらっしゃったんだと思うんです、はいはい、だからそれが和彦さんの年齢で悩んでることがあるんだろうなと思ったら先輩も大変ですねって思うようになっちゃってそれからは優しくすぎるなるほどそうかあの時の和彦さんと同じぐらいの年齢になって初めて、はいはいはい、和彦さんちゃんとしてくださいよっていうふうに思ってたんですけど、はいはい、和彦さんは和彦さんちゃんとしてたっていうことが分かったんでちゃんとした上でふざけてたっていうねそう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 いうことよ後輩に気を使ってくれたもう50過ぎたら分かるから後輩に気を使ってくれたもうちょっとか、ね、だからなんかそれを分かってあ和彦さん本当に素晴らしい先輩だなと思うようになってでもねだからね変にそう怖がられて喋りかけられないと寂しいですよね、うん、そうなんかねありますその後輩突っ込んでくれますか神谷さんに突っ込んでくれますよ、うん、だけどほらさっき和子さん言ったみたいに怖いっていう風に言われるじゃないですかだからなんか良くないなと思ってそんな佇まいで、うん、スタジオにいたら後輩に話しかけてもらえないなと思ってだからとりあえずチャックとか開けとこうかないやいやいやおかしいおかしいそういうとこ抜けよあの神谷さんのそれ笑えないですよなんか他の人のチャック笑えるんやけど神谷さんのチャックってそれが良くないなと思って指摘できないんですよ言うようになったよ、ね、言うようになった大丈夫大丈夫大丈夫ですかちょっとは使える話しましょうかねそうだね今全然使える話してましたねいえ使えます使うんですかこれすっげー面白いですこれは本当ですか良かったですよ、ね、なかなかやっぱこれ12年経ったからこそ話せる話やから、うん、いや本当それはそうですすごい面白かったです、ね、だからすごい嬉しいですよ僕としてはだから12年前和彦さんとこういうふうにお話できたかって言ったらそれは難しかったんですけどそはい、そのやっぱり日々の積み重ねというか年月が経っていやいやありがたいでもここの雰囲気がそのまま作品の雰囲気になると思うんですよ、うん、あ、まあでも関係上そうかもしれないですねそうそうこの空気感がね、うんうん、だからここが和やかであればあのもう作品も和やかになるし、うん、ここはなんかケンケンしてたケンケンじゃないなんかギスギスしてたら、うん、作品もギスギスしちゃういやでもと思うキャスティング的にはもうすごく良かったかもしれないですねその先輩の感じがまだらで、うん、なんかちょっとふざけて砕けてる感じがにゃんこ先生でみたいな関係がね、うん、すごくいい感じだったかもしれませんけどもこれ改めてこうね今回この質問も来てるんですけど夏目隆のここが好きっていうのはこうご自身それからにゃんこ先生の立場からございますかここが好き、うん、そうねまあ好きかどうかって言われるとちょっと微妙かもしれないですけどまあそこが魅力なんだろうなって思うのはやっぱり結局断れないなるほどいろんなことにそうですねそう、うん、まあ進んでからは進んで首を突っ込んではいかないんだけど、うん、結局断れないっていうそうか嫌と言えないそこがねなんか可愛いなと思いますね、うん、あなるほど、うん、それはそうですね確かに、うん、どうですか神谷さん的にここが好き、うん、なんでしょうね
夏目自身のことは僕正直よく分かんないんですよ。そのやっぱ渦中にいるので、その人がどういう人かっていうことは僕は分かってるつもりですけど、それをなんかこう言葉にしていくとなんかこうパターン化しちゃいそうなんで、あんまりこう考えないようにはしてるんですね。でもなんかその夏目を取り巻く環境っていうのはとても素敵だなと思うの で、そうですね、夏目自身というよりは夏目を取り巻く環境、周りにいる、まあ、にゃんこ先生ももちろんですけれども、あの藤原夫妻だったりとか、はい、そういうまあ友達たちだったりとか、まあ、中級も含めてですけども、その夏目がいる環境というのはとても素敵だなと思うから、それは彼自身が作っていった彼の居場所だと思うんで、まあ、そういう居場所が作れる、人だなっていうところは好ましいんじゃないですかね。なるほどね、うん、まあ、こう受け入れられ始めてからのお話というかね、なんかそういう感じもねありますから。逆ににゃんこ先生のここが好きっていうのはございますか。にゃんこ先生はもうだって見た目がずるいじゃないですか。あらまあ、あれはもう僕家、僕の家にゃんこ先生だらけですからね。言うても車の中にも背中からティッシュペーパー出てますから、はい。いや、うちもにゃんこだらけなんですけど、はい、お客さんが来ると大体みんなそれ見た瞬間に和みますよね。あら、やっぱりね、はい、あれはもうそのもう見た目に尽きるという、うん、だってにゃんこ先生あのフォルムなのに、うん、中身完全親父だから、そこのギャップがね、酒ギャンギャン飲みますしね、うん、まあでもやっぱアニメーションになって、はい、そのプラスアルファあれが動いた時にこんな動き方すんだっていうのは、うん、よりなんだろう、あのキャラクターにゃんこ先生っていうキャラクターの魅力を高める一因にはなったと思うんですよね、うん、これはアニメの功績だなと思ってます。そうかもしれないね、このキャラクターが好きだとかいうのもございますか。他のキャラクター、僕私俺あれ結構妖怪連中はみんな好きですね、うん、中級だとか、はい、あのチョビとか、チョビねチョビたまんないよね、チョウさんね、うん、チョウさんのまんまだからねまあいい味というかね、まあ、張さん自身がね、うん、ちょっと面白い人なんで、確かに、はい、もう今結構まあ別々にね収録してるし、まあ、張さん自身も、結構スケジュール合わなくてスケジュールバラバラに収録することになっちゃいましたけど、はいはいね、初期の頃だから12年前一緒に撮ってた頃、うん、結構狭いスタジオで収録したんですよ、うん、でなぜか同じマイクに絶対入ってくるっていう、しかも喋る直前までは別のマイクにいいんですよ。入ってんのね、自分のセリフになるとその空いてるのに、あの娘の隣に来てそうでありますみたいなこと言って、耳元で急に言い出すんですよ。あ、まあ、多分張さんが流行ってたんだと思うんです、その当時。僕別の現場でもやられてますから。そんな流行りあんの。流行ってたんだと思うんです。同じマイクに入るという流行り、マイク3本立ってて他に余ってるマイクがあるにもかかわらず、なぜか同じマイクに耳元で入ってくるっていうのが流行ってたらしくて、でそれをやられると当然、あ、そのマイク入りたいんだっていうふうに思うじゃないですか、うん、だからスタッフが気使ってどっちかを別撮りにするわけですよ。張さん空いてるから向こう使えばいいじゃんって話なんですけど、ね、そう重なるから別でお願いしますってなるけど、意味が分かんないって。何をやってるんですかね、面白いな。そういうことが調査はあって面白かったですけどね。最近はそういうこと、あのもう流行りが終わったんでしょうね。 10年前の流行りだったんです、調査の。あとあの中級のギャグ会議が面白いです、ね、あれはね。一応あるんですね、そんなんが。中級ずっとスタジオの端っこでこそこそ、はい、こう言うからさ、こうやってくれ、そうですね。なるほど。一つ目と牛顔の二人による、まあ僕ら劇団中級って呼んでるんですけど彼らのネタ合わせがあるわけですよ。ああ、そっか、あるんですね。まあ、テストの時は何かやってらして、で本番になって違うことをやり始めるわけです。なるほど。でそれに対してまあ僕らはリアクション取れないわけですよ、うん、当然本番ですからね、ノイズ立っちゃいけないと思って、はい、でまあしらべんとしたまま終わって、でそういえばさっきの中級って面白かったか面白くないかよく分かんないけど何か言ってたなぐらいな感覚なんです、うん、僕らにしてみたら、はいはいはい、で監督の方からトークバックで、さっきのところは一体何をおっしゃってたんでしょうかって言ってそこから劇団中級2人が立ち上がれまして今ではですね、何が面白かったかというとかっこ悪い、もう地獄の時間です地獄の時間
アドリブギャグのギャグの説明が始まる。監督がつまんないそうやもあーとか地獄からさらにもう恥の上塗りってやつですよね。かわいそうそれが面白くて僕らゲラゲラ笑ってるんですけど肝心のネタは誰もリアクション取らないなんか言ってたなぐらいしか誰も思ってくれないっていう。ちょっと待って、そうやってもう一回ね一から見直してみたいです、はい、あ、そういうこと言われてあのこのやり取りはずっと続いてたんだと思って見出すと、よっぽどハート強くないとできないですよ。いやすごいな、素晴らしい、いいお話ですね、はい、ということで、まあ、でいろいろお話あります。あの、まあ、今回はあのこのウェブ配信という形になりましたけど、今後なんかこんなイベントやってみたいとかございますか？イベント？うん、イベントか、まあ、単純にもイベントをやりたいですよね。もうまずもう皆さんにやっぱお会いして、そうですね、なんかこう夏目友人帳を応援してくださるファンの皆様って、はい、うん、が集まるじゃないですか、当然イベントってなると、でやっぱりこう作品によってイベントの色ってすごい違うんですけれど、夏目はもう顕著ですよね。本当に作品を愛してくださる皆さんが真剣に話を聞きに来るんで、だからいつのイベントでしたっけ、フォーラムかなんかでやった時にあの垂れ幕みたいなものを後ろにこう、美術で置いてくださったやつがあったんですけど、はいはいはい、そこにこう始まる前に皆さんがコメントを実は書いてくださっててっていうのがあって、それをこう目の当たりにした時すごい感動したんですよね。なんかあんなでかい布というか、オブジェにびっしりもう隙間なくメッセージ書いてくださって、いやあれは感動したな。いやでも本当にもうなんか予告で泣いたりとかされるじゃないですか、うん、皆さんね、はい、うん、だからすごい夏目愛がすごいなと、はあ、思っておりますけども、うんね、だから迂闊に僕はふざけられないんですよふざけたいキャラじゃないですかそうですそうです、真剣に受け止められちゃいますから、ね、そうですねだからこう、イベントで僕もね何回かご一緒してますけど、はい、うわ、和子さんにバーンってこう突っ込むじゃないですか、ボケて、はい、バーンって突っ込んだら結構イベントの半分は笑うんですけど、半分がお前何突っ込んどんねみたいな顔をいや真面目なんです、ちょっとでも楽しく分かってますよ皆さん、ちゃんと分かってますよ、もっと頑張れ外来種と思ってます、誰が外来種ほんまにどんどん池の水抜かれてかわいそうドアホやめなさい、本当に辛い、最近辛いよ、だからあ、俺らっていらんねやって思ってる辛い。あの他僕もこれちょっとお聞きしたかったんですけど、原作もずっと続いておりますね、二十数巻出ておりますし、アニメも12年続いておりますけども、なんかここの話掘り下げてほしいとか、あの人の話が気になるとかってございますか？まあ、僕はあの名取さん好きなんで、はい、でもまあ名取さんがメインの話で、まあぶっちゃけその12年ある歴史の中で1本だけ夏目が役なしというか出演してない話があって、それはまあ名取さんメインの話だったんで、だから名取さん意外と掘られたりとはしてるんですけれども、だから名取さんとやっぱりこうなんか夏目の関係値って結構特殊なので、あのまあやっぱり名前を返す、夏目に対して名取って名前を取るの名前じゃないですか、実はね、だからそこは対比だったりとかしてるんだと思うんですよ、おそらく、うんうんうん、だけどこう名取さんが割とこう夏目寄りの考え方にこうなったりならなかったりみたいなところでの、あのなんだろう、向こうの気持ちの変わりようもあるし、夏目は夏目でやっぱりこう、妖怪あやかしと人間の中間に立つものとしてこう揺れてるところもあるし、だからあの二人がこう揺れてるところっていうのは結構この作品の肝になる部分だと思うので、やっぱこの二人っていうのは結構僕はあの注目してるんですよね。和子さんどうですか？マダラのなんか、はい、マダラメインみたいな、なんかそのあんまりなんか意外とないんですよ ね確かに。そうだ、にゃんこ先生でいる時間が長くて、マダラ一瞬になってまた次のシーンですぐにゃんこに戻っちゃうんですよ、はいはいはい、だから長いことマダラでいられないのかな もはや3分するとなんか帰っちゃわないといけない、ドラマ帰らなくてもいいんですけど、その場にいていいんですけど、もはやねあっちの方が楽だっていうふうに言ってますからね。なんか大きいとエネルギー使うんですかね、なんですかね、ね、うん、だからその
もう、もともとどうやったんかみたいな、もうそうですね、封印されちゃったエピソードとか、確かに見てみたいですね。あとはもう夏目がどん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 名前を返してって、はい、友人帳が薄くなっていくとこみたいですね。なるほど。あれもうあと3枚ぐらいになっちゃったみたいな、もうちょっとでなくなっちゃうぞみたいな。具体的な、そうすると新しい友人帳が出てくる。新友人帳2巻目みたいな、 その2みたいなのが出てくる。こんなのが見つかったみたいな、めっちゃおもろいっすね。そんな最終回おもろいっすけどね。全部返し終わったけど出てきたみたいな、ガーみたいな。そうですね、1巻の終わりだって言って2巻が出てきちゃうやつですね。うまい、1巻の終わり、うまいな、うまいな。今のはカットしてください、うん、お願いします。チャックを使ってください、ね、はい、お願いします。素晴らしい、絶対 NG にして。 いいですね。まあ、僕的にはもうあのね、あのアニメしか出てないキャラを僕ら一回アメリカザリがやらせていただいたんで、はい、なんかもう一回なんか無理くりねじ込んでくれへんかなと思ってるんですけど、まだ山の中にいるんで、ね、結構シリアスなのをやってほしいですね。無理です。いや自分で言っちゃったら無理って。うちらはほら無理なことやってるから。そういうのに挑戦して。いやもう僕あの時ほんまはおたまじゃくしみたいなね、丸っちょいキャラを、はい、がでかくなるキャラをやらされたわけですよ、だからもうこのこうやってなんか、おすげえそんな声出んの、友人帳はこれやって、僕今でも覚えてますけど、友人帳渡せみたいな出したんですよ。すごい、そんな声出せんの。ほんで横で和彦さんが、喉潰すよって言われて、なんかそんな覚えてますけどね。はい、ということでございます。まあ、まだまだちょっとねお話ししたいこといっぱいございますけれどもね、一旦こちらのコーナー締めさせていただきたいと思います。はい、ということで夏目友人帳お久しぶりトークでした。さあ、ついにですね、皆さんお待ちかねの新情報発表の時間となりました。やりました。それでは早速こちらの VTR をご覧いただきましょう。どうぞ。ということで、新作アニメーションの制作が決定いたしました。やりました。どうですか、単純にめでたい。あ、素晴らしい、ありがとうございます。いや、ありがたいですね。12年経ってもまだこうしてアニメーションで新作を作っていただけるっていうね、はい、しょっちゅうこの声出しておかないと、あの忘れちゃうといけないからって思ってましたけど、ね、また出せる、ね、機会をいただけたんで、そういうことでございます。はい、はい、今回はですね、原作で人気のある2つの短編エピソードをアニメ化するということになっております。はい、アニメ化するエピソードがこの石起こしというエピソードと怪しき来訪者の2つということでございましてね、じゃあちょっと軽くちょっとあらすじを、ご説明いたしましょう。まずこの石起こしお話でございますけれども、森の中で小さな、妖怪ですね、三つ実と、出会った、夏目がですね、この岩鉄という神格の妖怪を深い眠りから目覚めさす石起こしの役を任されているという。しかしですね、褒美の先をめぐりにゃんこ先生や妖怪たちがその石起こし役を横取りしようと画策を始め、三つ実を気にかけた夏目は手助けしようとすることにと
というね、まあ、ざっと言うとこういうお話でございますけれども、どうですか、ちょっと、まあ、軽く原作をお読みになっていると思いますけれども、三角は可愛らしいですよね、はい、なんかあの、うん、ただ起こすっていうだけの役なのにこう、まあ、命がけというかすごい頑張るわけじゃないですか、使命を受けて、ね、はい、これこういうなんか着眼点というか発想がすごいなと思いまして、先生の、うん、なんかその世界観ってやっぱりこう、あ、夏目らしいなっていう風に感じましたね、うん、妖怪イコール怖いもの、襲われるから滅するやっつけるっていう話ばかりじゃないですか、ね、そうですね、やっぱりこの時間の流れとか神様がね、こう通り過ぎるみたいな話もありましたし、神様いかがですか。なるほど、そうですね、なんかその和彦さんおっしゃった通りで、やっぱ立場によってその見え方が変わってくるみたいなのって、まあ、夏目の、まあ、ある意味テーマ的なところあると思うんです、あやかし側人間側みたいな、だそういう立場が違うことによって同じ事象でも、まあ、全然違う風に捉えられるよみたいなことが確かにこの話の中では結構ありますもんね、うん、だってにゃんこ先生からしてみたら褒美の酒のことしか考えてませんからだからそののんきにそういうなんかイベントに参加してる側と、はい、まあ、今言ってみて命がけでやってる側と、でそれをこう、まあ、知った上でどういうふうにそこに関わっていくのかっていう夏目側とみたいな形で、やっぱり、ね、それぞれ立場が確かに違うってことを考えると、うん、すごい深い話なのかもしれないですね、これ、うん、まあでもにゃんこ先生はあれですよ、もう読み深いですから、実は実はその実、はい、その実、あんまりとネタバレになっちゃうから、風子さんあんまり言うとネタバレになっちゃうから当然エピソード的には原作ございますからね、もう読んでらっしゃる方はねお分かりだと思いますけど、はい、うん、さあそしてもう一つのエピソードのあらすじご紹介しましょう。怪しき来訪者でございます、田沼くんでございますね。田沼の元にですね現れた不思議な客人、毎日のように訪れてきては少しだけ話をして帰っていく。でですね、その正体が妖怪であることを知った夏目はですね、田沼を心配するが、田沼はその妖怪との交流を楽しむようになっていた、まあ、妖怪は悪さをするつもりはないらしいが、少しずつ田沼の体調が悪くなってしまう、そういうエピソードでございますけど、はい、いかがですか、お二人このエピソード。これはちょっと怖いですね、うん、最初その妖怪っていうんですかね、こう怪しい来訪者のちょっと口元とかが怪しい、うん、はい、にやっとした感じで、どうなのこれ、得体の知れない感じありますからね、はい、目的はみたいなね、うん、なぜ来るんだっていうね、うん、もう全くわからないですから、うん、怪かしいっていうかね、妖怪によって、はい、うん、皆さんいかがですか、このエピソード。そうですね、夏目的なエピソードっちゃ夏目的なエピソードですよね、人間と、うん、まあ、そのあやかしなのか何だかわからない怪しいものとの関わり合いの行く末がどうなっていくのかっていうのは、うん、結構、まあ、他にもエピソードがあるとは思うんですけども、はい、そっか、まだパターンあんだと思って、うん、いや、びっくりしましたよ、この話。なるほど、はい、うん、そう思った ね、うん、だから、しかも田沼に来たか、そう、堀江君ですよ、大丈夫かしら。あれ原作読んでてちょっと、あ、そうかって思ったことがあって、なんですか、堀江一夢との共通点をこうちょっと見出した気がするんですよね。なんか彼はもうなんか一生懸命 何事も一生懸命やるんですけど、はい、まあ、一生懸命例えば舞台とかやった時に終わってから、はい、めっちゃ具合悪くなるんですよあんな元気だったのに、なんか全部こうなんかそっちに気を取られていって自分の体が疲れていっているのに気づかないすごいですねタイプの注ぎ方が、そう、そこが、あ、そうか、似てるなと思って、なるほどまあ今回だから楽しみですね、はい、収録終わった後どうなるのかそうですね、はい、ということでございまして、まあ、この、2つのエピソードを2021年 この初春に映画館で限定上映するということになっております、はい、はい、まあ、アフレコこれからなんですよね、お二人は。はい、どうですか、意気込み的には。和子さんいかがですか。いや、楽しみなんですけど、うん、
最近ほら一緒に撮れないことが多いじゃないですか。それでにゃんこ先生とか中級たちはアドリブ命なんで。あ、確かにそうですね、一人でアドリブやるの悲しいな、ね、なんかできれば上手になんかなるといいなっていうふうに。あ、そうね、撮り方も、はい、思いますね、はい。まあ、またその辺も楽しみにしたいところですが、神谷さんいかがですか。いや、なんかありがたいですよ、やっぱり、うん、大森監督はじめ伊藤監督だったりとかにまたお会いできて、はい、そうですね、うん、あのスタジオで、みんなと一緒に、まあ、みんなと一緒にってもどういうね、今和子さんおっしゃったみたいにどんな形で収録するか分かりませんけれども、うん、まあ、少なくともその、2本目、怪しき来訪者に関しては、まあ、登場人物が少ないので、はい、きっと、全員集まって収録が可能なんじゃないかって気がしてるんですけど、まあ、石おこしに関しては確かにね、劇団中級来ちゃうと、そうですね、やっ、まあ、ちょっと賑やかだから、まあ、あの二人は隔離になるんですよね、まあ、隔離ですかね、うん、言い方がもう心まで隔離されてるみたいな別のスタジオで同時中継みたいな、ね、ありかもしれない、まあ、いろんな撮り方今ありますからね。 でも聞かれるんでしょ、今のはどういう意味ですか、まあ、でしょうねかわいそう。楽しみじゃ楽しみですね。でも、まあ、久しぶりなんでね、はい、本当になんかその空間を味わえるだけでも幸せだなと思いますよね。そうですね、はい、お二人がね最高のものをね皆さんにお届けすると思いますので、楽しみにしていただきたいと思います、はい、そしてその、ね、気になる三つ見と、ね、来訪者は一体、ね、でどなたがやられるのか、キャストね、ですね、あれなんですよね、はい、本当楽しみ、うん、楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ということでございまして、新情報につきましてはですね、今後も順次お知らせいたしますので、お楽しみにお待ちください。以上、新情報発表のコーナーでした。さあ、あっという間でございましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。ここでお知らせがいくつかございます。なんとですね、夏目友人帳石おこしと怪しき来訪者の、制作決定を記念いたしまして、限定チケット第1弾の発売が決定いたしました。やったー。さあ、にゃんこ先生のですね、書き下ろしイラストを使用したエコバッグもついてくるわけでございます。いいですね、うん、はい、こちらはですね、アニプレックスの公式通販サイトアニプレックスプラスにてこの後受注開始となりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。また夏目友人帳石おこしと来訪者の公式サイトもオープンいたしました。はい、先ほどの PV 内でご紹介いたしました、ティザービジュアルもですね、公式サイトで公開しておりますので、改めて確認してくださいね。いい感じなパーっとね、2人がこうパーだ、ね、みたいでしょ。はい、ぜひチェックしてみてください。そしてですね、原作関連のお知らせでございます。原作コミックス夏目友人帳最新26巻がですね、2021年1月4日発売決定となっております。通常版と特装版の2形態で発売されます。特装版にはですね、緑川由紀先生が書き下ろしイラストを使用したですね、にゃんこ先生のフィギュアがついてきますよ。はい、こちらもどうぞお見逃しなくチェックの方よろしくお願いしたいと思います。はい、ということでございましてね、本日ちょっといろいろと駆け橋で進みましたけれども、はい、じゃあ最後にお二人からファンの皆さんに一言ずつ頂戴したいと思います。じゃあまずは和彦さんお願いします。はい、もう本当にね、楽しみなことがこれから、どんどんどん出てくると思いますけども、皆さんワクワクして楽しみに待ってろよ、ということでありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして神谷さんお願いします。はい、まあ、新作発表ということで非常に嬉しく思っております。まあ、夏目友人帳、まあ、12年という月日が、経っていますけれども、その間に何回かの初めましてから始まりまして、さようならっていうことを言ったけれども、また、よろしくお願いしますっていうところで、こう何回かの、こんにちはとさようならを繰り返してきた中で、まあ、劇場版を最後にね、2年という月日が経ってますけれども、また改めて、よろしくお願いしますというご挨拶ができることが本当に、心から嬉しく思っております。で、まあ、その12年の中で本当にいろいろなことがあって、ね、夏目友人帳の舞台である人吉が雨で大変なことになったりとかっていうこともあったりとかして、本当に我々スタッフ一同というか、の中には熊本出身の方がいらしたりとかして、非常にみんな心を痛めてますけれども、まあ、一生懸命アニメーション作って皆さんにお届けしてい、くことが我々の使命かなと思っておりますので、まあ、今回もですね、
年は取りましたけれどもその時に一番いいものが出せるように、はい、体調を整えてスタジオに向かってその時にできる一番いいものを皆さんにお届けしたいと思っておりますので、今回もまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで以上をもちましてですね、新情報発表ウェブ特番夏目友人帳再開の対応は終了としたいと思います。皆さん最後までご視聴どうもありがとうございました。はい、ということでまたね、作品で皆さんとお会いしたいと思います。ということで今日はここまで、どうもありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。